はいどうも、Bラボです。プロボクシング日本スーパーバンタム級7位の那須川天心が9月18日東京有明アリーナでボクシング転向第2戦に臨みます。9戦無敗 7KO のメキシカンファン・フローレス23歳と同級8回戦で戦うことが発表されています。またメインイベントではWBA、WBC、世界ライトフライ級統一王者の寺地健志郎が WBC1 位のヘッキー・ブドラーと指名試合を行い、セミファイナルでは WBO 世界スーパーフライ級王者の中谷潤人が同級11位のアルヒ・コルテスと防衛戦が行われます。寺地、中谷と世界王者2人と同席した会見で、話題を独占した那須川はまずその奇抜なファッションに注目が集まりました。古代エジプトの神をテーマにした正装で来いと言われたので、これは俺なりの正装、スーツとは言われていないのでバチッと決めました。何かおかしいですか、ディオールなんですよ、説得力ありましたかと那須川は自身のファッションについて語っていました。プロボクシング転向の第2戦は2019年6月にデビュー後9戦無敗で 7KO のメキシカン、 KO 率は 77% を誇り、左右のフック、右ストレートにパンチ力があるアグレッシブな右構えのボクサーファイターです。フローレスは今年4月に行ったプロ第8戦でヨスバニー・ベイティアに8回判定で勝利しているが、この選手は WBC、WBO、世界スーパーバンタム級2団体統一王者、井上尚弥がアマチュア時代に世界選手権で2度対戦し、2度負けている強豪だと言います。そして那須川はフローレスの印象をこう語ります。KO 率も高い強い相手を用意してもらえた。メキシカンは厄介。キック時代にはメキシコの選手はいなかったし、自分の中ではクセモノのイメージがある。那須川はデビュー戦前に米国ラスベガスで合宿を行った際に4階級制覇王者の井岡一人と2度激戦を演じたメキシコ系米国人の元 WBA 世界スーパーフライ級王者のジョシア・フランコとスパーリング経験もあり、普通の選手とはタイミングが違ってびっくりした、クセモノだと感じたと語っていたこともあります。今回のマッチメイクを決めた本田明彦会長は、決める段階でいい勝負のできる相手を選んだ、そこから2ヶ月の準備でそれ以上天心が伸びてこないと勝てない相手、それなりの相手でなければマスコミやファンから叩かれるし、本人もそういう相手を望んでいる、メキシコ新鋭の選手のうち一番強いやつを選んだとマッチメイクに至る経緯を語っていました。また那須川はこうも語ります。弱点は見えた、そこをしっかり作り込んで狙っていければいいと思う、無敗なので怖いもの知らずにガンガン来たりするから怖い、自分は慎重、行けるとこは行くが根本はビビリで防御して弱っている時に攻めるスタイル、でも今回はそれを変えるつもりで練習している、接近戦やパンチのまとめ方など見ている人になんか変わったなぁと思ってもらえる試合にしたい、今回は殴りに行きたい、前回はステップ、ジャブ、ワンツーの基本しかやっていなかった、距離を取りうまく戦う感じ、当てることしか意識していなかった、だから拳が返っていなかった、そこを直すトレーニングをしてきた、まだボクシングのパンチ、通用するパンチではなかった、それでも勝っている、そこにプラスしていければいい、今回はフックやアッパー、近い距離での攻防などもやっている、自分から戦いに行きたいと語り、本田会長は KO 率の高い危険な相手をあえて選んだのは、パンチがある選手は倒しに来る、だからそこにチャンスがあると今回のマッチメイクの目論みを語っていました。そして那須川はボクシングデビュー戦で KO 決着ができなかったことに対して、
一部のファンから誹謗中傷の声が SNS などを通じて届いたといい、倒せなかったことしか言うことがないのかなと思う。 SNS で言われたりすることは何も気にならない。面と向かって言ってみろと思うし、そもそも俺は人が書いているんじゃないかと思っていて、全部 AI がやっていると思う。直接の意思疎通ができない人が増えているし、そういう人たちを心からバカにしている。自分のスタイルを見せるだけ。その人らに合わせることはない。今回は倒しに行きたいから倒しに行くだけ、とその胸中を語っていました。また定見ジム恒例の走り込み合宿を2度消化したという那須川は、あんなにきついことはなかった、陸上のランナーになるのかというくらい走った、今でも疲労が残っているし、合宿1回目はついていけなかった、でも2回目に行くと走れるようになった、成長していると感じた、と語り、また本田会長は、総合的な体力がキックとボクシングでは全く違う、技術的にはすでに通用するけど世界タイトルへ行くにはその部分が足りない、でも天心は基本的な体力があり、体幹内臓も強い、伸びしろがすごくてトレーナーも驚いている、全てにおいて学習能力が高い、今は倒しに行くボクシングをやっているが、すでにだいぶ掴んできている、と那須川の成長を評価していました。そして那須川はタイトルマッチを行う時期については、タイトルマッチ、そういう価値のある誰もが認める試合をしていきたい、でもまだその気持ちはない、まだ経験を積んでいかなきゃいけない、今やって勝てるのかなという段階ではやりたくない、絶対にいけるという僕の確信、チームの確信が取れた時にやる、早く早くとみんなが求めるし、僕自身焦りを感じていないわけではない、期待されているものはすぐにやりたいと思っているが、パッとはできない、時間をかけて作り込むことが必要、あと2ヶ月あるが最高潮が見えるような試合をしたい、とタイトルマッチについては現状消極的な姿勢を見せていました。また本田会長は、来年末までに日本人の中でトップに立っている、そこでタイトル戦ができるのがちょうどいいが、それよりも強くなることが大事、とのプランを明かしていました。人間は毎日進化していかなくちゃいけない、それを体現してみんなに見せたい、格闘技をやろうと思わなくていいんで、なんか頑張んなきゃなと思ってもらえる試合を見せなければならない、と那須川は語っていました。そして漫画バキシリーズの作者板垣圭介氏と MMA ファイターの堀口教授が対談、その対談の中では那須川についてこのように語る場面がありました。まず板垣氏は、ジムに力があるし世界タイトル挑戦ぐらいまでは行くんじゃないか、タイトルを取って防衛を続けることは難しい気がする、デビュー戦については天心の欠点が出なかった試合だったし逸材だっていうのは間違いない、でも世界ランクとかに入るようになったら洗礼があると思う、と語り、続けて板垣氏は、天心と直也のスパーリングを見てみたい、多分直也が天心からダウンを取ると思う、と語り、それについて堀口は、自分もそう思いますね、やっぱりパンチ力が違いすぎると思います、そこかなと思います、と返答し、また板垣氏もそのぐらい差はあると思う、と語っていました。そして那須川は14日に米ラスベガス合宿に出発、このジムには元統一ヘビー級王者マイク・タイソン氏が姿を見せる人気ジムで、約5ヶ月前に練習相手を務めた元世界王者らと再びスパーリングし、自らの成長ぶりを実感させる目論見があると言います。那須川はラスベガスの合宿について、前回は米国に行くのにも不安があったが、今回は日本のスパーリングがすごく調子が良くて、ボクシングの形になった状態で行くことができる、前にスパーリングした選手もいたら変わったなというところを見せられたらいいと思う、と語り、また本田会長は、あえて前回と同じ相手とスパーリングをさせたい、どのぐらい天心が成長しているかが確認できる、
と明かしていました。前回のスパーリングでは前 WBC、WBO、世界スーパーバンタム級王者スティーブン・フルトンとも試合経験のある元 WBO 世界スーパーバンタム級王者のアンジェロ・レオなどとスパーリングをする予定だといいます。本田会長は特にレオは技術もしっかりしたいい選手なのでいいスパーリングになると思うと説明していました。また那須川は今回の合宿では8ラウンドのスパーリングをやりたい、パンチの打ち方ちゃんと殴りダメージを与える、それを海外の選手にも試すことができると語り、またタイソン氏と初対面の可能性が出てきた那須川はめっちゃ強いパワーという感じですよねとタイソン氏のイメージを口にしていました。果たして那須川は9月18日無敗のファン・フローレスから KO 勝利を飾ることができるのか、那須川の進化が問われます。はい、では今回は以上になりますが、このチャンネルでは今回のような解説動画を撮っていきますので、ぜひチャンネル登録をし次回作をお待ちください。ではご視聴ありがとうございました。